砂のよう黒髪のようにうみこいる蝶の儚き悲しみをすすりつつ空をめぐらば、今はただ望郷も夢と果て黒いサバと、この2年あんたからの恋文が毎月のように届いて気が狂いそうだったわ。私の腕の中で震え涙するあなたを見たあの夜からずっと恋焦がれておりました。あなたをこの手で殺し、その全てを永遠に私のものにする、それこそが私にとっての究極の愛です。これをあなたの母君時殿の髪の毛です。我が同胞の慰みぶりがあまりにも悲惨を極めておりましたので、私が一思いリンリン、私はここよ。娘ほど年の離れた女に向かってよ。邪魔をするな。私たちの大事な場面を。無視してんじゃねえ！あの塚景久ってやつどこにいる？死にたくなきゃ答えろ。したな。私の肩骨は背面まで曲げられるよう鍛えられてる。無駄な悪あがきはよされよ。汚ねえ手で触ってんじゃねえよ。